パスがおしゃべり。あのまあ受賞した時に、滋賀で受賞したんですけども、多分その関西のこの気候というか関西 の, その雰囲気が自分がこうリバウンド取れる秘訣じゃないかなと思っているので。気合が入ってきてる体操選手でやります。海外の体操選手お願いします。最後も1試合1試合、この前の試合をフォーカスして戦っていきたいなと思っています。